はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの竹谷直樹ですえ今日は復活これだけで中学受験できます中学受験算数基礎講座、えー、速さの2回目ですねまあ、今日はねひたすら道のりを出すというテーマでね、えー、やってみましょうこの中学受験桜らチャンネルは私竹谷直樹が塾0業35年間の経験とノウハウを すべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップお願いします。さあ、では早速やってみましょう。えー、まあ、どれだけ進むかっていうのは、まあ、道のりと言うんですけれど、まあ、どういうふうに出していくかっていうとね、まあ、時速を時間でかけると道のりが出る。分速を分でかけると道のりが出る。秒速を秒でかけると道のりが出るんだとね。 えー、時速は時間でないとかけれません分速は分でかけないと道のり出ません秒速は秒でかけないと道のりは出ませんさあじゃあ,、えーまあそういうイメージをね膨らませることができるようにやっていきましょうさあ道のりを求めなさい秒速 5m で進む船が40秒で何 m 進むかねゼ0。 一って言ったらもう五メートル進んでいる船があるわけです。それは四十秒ね。だ五メートルが四十個あるってことですよね。五メートルかける四十秒はね五市二百。二百メートル進むわけです。さあ二番。 分速1 2キロで飛ぶジェット機は9分で何キロ飛ぶかね1分で1 2キロですよね60秒数えている間に、まあ、1 2キロですよねえだいぶいっちゃうわけですだそれが9分つまり1 2トルが9個あるってことですよねだ1 2トル× 9分は 2区18インクでキロえー、9分で108キロ進めちゃうわけです。ジェット機ね。さあ時速90キロで走る自動車は5時間で何キロ進むか。まあ、高速で、 えー、80キロのところ、100キロのところとありますけども、90キロね。えー、ギリギリ捕まらないところで、えー、5時間走る。さあ、時速90キロっていうと、これ、1時間で90キロです。1時間の間に90キロ進むんです。で、5時間ってことは、90キロが5個あるわけですから、90キロかける5時間。 450キロ、ねえー、名古屋からだともうちょっとで東京かなぐらいまで行けちゃうわけですさあ、えー、こういうものもやってみましょう道のりを求めなさいさあ時速250キロで走る新幹線24分で何キロ進むか、ね、さあこれ時速250キロってのは1時間で250キロです 1>, 1時間進まないと250キロ進みません。さあ、それに対して24分ってことはね、これかける24しちゃいけないんだってことね。24分を時間に直すこと。ね。えー、さあ、60分は時間に直すと1時間ですよね。つまり60で割ればいいわけです。分を時間に直すときは60で割る。だから24分も60分の24時間とするわけです。 約分すると5分の2時間ねっ250キロかける5分の2時間なんですだ250キロ5個に分けます5050 50が2つありますだ100キロ進むわけだね100キロ さあ時速1 6キロで走るマラソン選手はじゃあ50分では何キロ走れるかねこれも時速1 6キロ1時間あたり1 6キロ進むということですからかける50したら50時間になっちゃうんでね50分を時間直します60で割る60分の50時間ねっ60分の50時間10で割ると6分の5時間ですだから1 6かける6分の5時間とすみます さあ、えー、6と163と8で約分して3分の8540対分数を直しましょう13と3分の1だから、えー、マラソン選手はこれ50分では13と3分の1キロ走ることができるとこれが道のりですね いいなと思ったらチャンネル登録メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。